皆さんこんにちは。お久しぶりです。なんかね、バタバタしてたらばメダカ水槽がとんでもないことになってしまいました。メダカ水槽崩壊です。これリシアのプレートが置いてあったんですけど、外れちゃって全部これ浮いちゃったんですよね、リシアが。いやー参っちゃった。これ穴ぼこになっちゃって、ここが空洞になっちゃって、あっちが見えちゃってますもんね。これどうしましょうか。一回撤去してお掃除してリシアを巻き直すしかないですよね。あー参ったなー、これは。よし、頑張ろう。リセット開始。ではやってきます。またね、後から来ます。こんだけリシアが取れました。収穫です。いっぱい。これをプレートに巻きつけていきます。では5枚のプレートにリシアを巻いていきたいと思います。うまく巻けるかな。はい、5枚巻けました。最後にできたのが一番うまくできたみたい。ではこれを水槽に入れていきたいと思います。リシアのプレートを巻き直して水槽に入れる作業完了しました。いやー時間がかかってしまいました。でもすっきりしたな。メダカさんたちが悠々泳げるようになりました。まあね、このリシアがねもうちょっと育ったらまたいい感じになるかな。ちょっと今はボロが見えちゃってるけど、岩も置いてたんだなーって自分で思いました。石とか置いてたんだなーってね。今日は結構半分リセットぐらいの感じで水槽のお手入れをしました。ビフォーアフターを後で載せておきますのでご覧ください。ではまたねー。だよんだよん元気です。またよろしくお願いします。